この城、奥州筆頭伊達政宗がいただく。あんたも諦めなく中央公使の要の城となりましょう。本気で行くぞ。まずは一つ、諦めの第一歩だ。お天道様が許しても俺と筆頭が許さねえ。おめえら、賑やかに応援してやれ。チャンス。悪いが、暴れ馬の鳴らし方。進め。ただし獣のように慎重にしろ。了解っす。あれは竜の右目、相手したくねえ。人が泣くまで待てはしないぞ、ホトトギス。そして二つ、そろそろ見えてきたか。ならぬ、水がなければ本陣は丸裸。そよ風だろうと風には違いねえが。雪崩を食い止めるのは今か。一気に突っ切るぞ。みんな走り続け。はい。どこを何本用意させやってんだ。あいつ俺らより暴走してやがる。9倍にして返しても飽きたらねえ。本気で行くぞ。もう竹千代に戻れはしないが、それでいい。家康だからこそ。一時はこの俺の名を割り符代わりに持っていけ。お前はあえて地に伏せ、そういうの。通じ合うまでやり合おう。それでいいな。将来は小十郎様のような男になりて。歌いからでよ、希望を乗せて。食わせてもらうぜ。残りわずかな勝負の時を。そんな世の中にしてみせる。再びまみえた。帰るのは一人だけだ。捨て帰れ小十郎。たとえ真剣勝負でもだ。ブームを得る。いざ進撃。わしは人なろう。夜をも癒せる人なろう。安心しろ、お前の主を悪いようにはしない。自分は一発世話になるやつ。最下の鉄砲術でも歯が立たねえ。極楽を食えた気が利いてるね。見ろよ俺の髪型よ。ねえ、今夜の酒はめちゃくちゃまずいぜ。ラストワン、これでしまいにするか。さて、竜自らが出ましてやったぜ。通じ合うまでやり合おう。それでいいな。隙あらば首をかこうとする。それぐらいの剣道さがお前には似合うかもな。
あんたで三人目だ。心に焼き付けたぜ。さまざまな出会い、その繰り返しが今にも。楽しいな。この力を世に広めよう。何よりも強い揺るがぬ絆を。この俺の名を割り符代わりに持っていけ。お前はあえて地に伏せる、そういうのか。竜の右目を怒らせたやつ、正直に前へ。どの道、俺が崩れないうちは蹴りには遠い。足を止めたくば、この右手を射抜け。気を昇れ、勝ちへの道を照らしてみせろ。見せろ小十郎、お前が選択した答えを。痛いからでよ、希望を乗せて。目をそらすな、一瞬の火花を焼き付けろ。そんな世の中にしてみせる。再びまみえた。